SD ガンダム G ジェネレーションシリーズは、1999年から2002年にかけて、プレイステーションの同名シリーズと連動して展開されたガンプラシリーズである。SD ガンダム G ジェネレーション0や、SD ガンダム G ジェネレーション F ともども、幅広い世代のファンから人気を博すことに成功。初期は、既存の BB 戦士の金型を有用したコンパチキットが主力商品だったものの、中盤以降は、完全な新規金型によるガンプラに移行。中盤には、立体化されるのが珍しいモビルアーマーさえも、新規金型でキット化されたのでございます。博打打ったな、バンダイさん。機動戦士ガンダム考察、エルメスとは何ぞや？エルメスは、テレビ漫画、機動戦士ガンダムにおいて、ジオン広告軍が開発したニュータイプ専用モビルアーマーなのでおます。一年戦争末期、ジオン軍は、ニュータイプ専用機としてブラウブロを開発したものの、砲手と操縦士が登場すれば、一般兵士にも運用が可能な機体だったため、完全なニュータイプ専用機とは言えなかった。そこで、ブラウブロの設計思想を推し進め、完全なニュータイプ専用機として完成したのがエルメスだったのでございます。その、通り。攻撃には、機体内部に搭載する、サイコミュ誘導式の攻撃兵器、ビットをメインに用いる仕様のため、機体には防御用のメガ粒子砲が2門と、必要最小限の武装しかついていないのが特徴。デザイン的にも、ブラウブロと同様、機体にモノアイがついていないなど、他の機体との違いがあったりした問題。ミノフスキー粒子の影響下では、通常の無線通信装置が使用できないのは、ガンダム2なら知っての通り。そんな中、遠隔操作によって、敵の射程外からのオールレンジ攻撃を可能にしたビットは、かなりチートな性能を持った兵器だったのですよ、パナイメー。機体操作のほとんどをサイコミュで行い、さらに、多数のビットを同時に制御する必要があるため、当然ながら、ニュータイプ能力が高いパイロットが、ビットのコントロールに集中する必要があったもんざいもん。劇中では、シャア・アズナブルによってその素質を見出された、ララースンという少女が登場し、短期間で劇的な成果を上げ、ニュータイプ専用モビルアーマーの能力を見せつけたのでありんすよ。大変だね、お姉ちゃん。初期の仕様は、長距離からの誘導により、メガ粒子砲を装備したビットでの攻撃を行うもので、初の実戦運用にもかかわらず、多数の連邦軍艦艇を撃沈して、ソロモンの亡霊と恐れられたのでございます。しかし、長距離での運用は、パイロットであるララースンを著しく疲労させたため、シャーとフラナガンの協議の結果、疲労要素を取り除くため、ビットを短距離用に仕様変更することになり、敵の射程圏内でのビットのコントロール時に、無防備になるエルメスを護衛するため、モビルスーツを随伴させることになったんだい。ところがギッチョン、護衛していたリックドムのパイロットが勝手に交代しちまって、エルメスが、サラミスからの反撃を受けちまったんだよ。参ったね。パニクったララースンが、コントロールに集中できなくなったために、ビットが敵に当たらない。この状況をザンジバルから見ていたシャア大佐が、ゲルググに乗り込んでエルメスを援護。これ以降、シャア大佐がゲルググでエルメスの護衛につくようになるのだけれどもね。アバワ空中域での戦闘では、ガンダムにやられそうになったシャア大佐をかばって、ガンダムのビームサーベルの直撃を受けて撃破されちまったのですよ。あいたたたー。いやーん、マイッチング。その際、アムロレイが、僕は、取り返しのつかないことをしてしまった。という、今でも、パチスロや競馬で吸っちまった奴が発するお決まりのセリフを独白。この結末は、シャアやアムロの、心の傷となっちまったのでござりませう。なんだかなー。いずれにしても、シャアが戦災孤児の少女にニュータイプの素質を見出し、女性として愛するようになった矢先、敵のニュータイプと意識の交換を果たしちまって、なんやかんやで、自分をかばって死んでしまう。ニュータイプ同士の出会いは、所詮、悲劇しかもたらさない。大事な人の死がきっかけとなり、さらなるニュータイプ能力の覚醒を促すという、後発の作品でも、何度となく繰り返された演出の起源はここにあるのでございます。こんなんばっかり。当時、この作品、機動戦士ガンダムを見たファンたちは考えあぐねておりました。果たして、ニュータイプ同士の出会いは、悲劇しかもたらさないのだろうか？当時のアニメファンといえば、今よりも、臭い汚い気持ち悪いというイメージ、なかなか人に分かってもらえない存在だっただけに、人と分かり合えるというニュータイプに憧れを抱くようになったとしても、それは、自然な成り行きだったのかもしれない。ぶっちゃけ、ニュータイプの創始者である富の恩大将ですら、よく分かっていなかったというのが現実なのよね。テレビ漫画なんてもんは、軍隊はタブーだもんで、主人公を軍人にはできない。ロボットものでも、最初は民間人なのだけど、生きるためには戦わなくてはならない状況のため、仕方なくロボットに乗って敵と戦うという流れを、第1話から見せなくちゃいけないのがセオリーなのだよね。素人が突然、
戦いのプロと戦うものだから、必然的に、強力なロボットや、エスパー的な能力が必須となるのだけどもね。アムロレイの場合は、単なるエスパーにしたくなかった。マチルダさんは、君はエスパーかもしれないとか言ってたけども、アムロはエスパーなどでは断じてなかった。それだけに、ひょっとしたら、人の確信なんてもんが本当にあるのかもしれんと、アムロとララースンの開口のシーンを見たファンは考え、当時、腐るほど存在した同志らと共に、窮地に立たされたガンダムを救うべく立ち上がったのでしたとさ。そうだっけ？そして、結論を見出せないまま残った火種が、今でも、そう、今でもくすぶっているというわけよ。もうちょっと大人におなりなさい。だが、しかーし、富の運大賞の場合は、アニメの監督さんの中でもインタビューされることが多い方なもんで、その内容に対する答えが、若干違っている場合があるのよね。この場合は、当然、雑誌の記者さんとかが、情報収集のためにするインタビューなのだから、質問する側にとっては、限られた時間で有益な情報を引き出す必要があるのよね。ぶっちゃけ、つまらない答えを聞かされても記事にはならんのですよ。当然だよね、そうだよね。つまりは、こちらが求めている情報に近い答えをもらえるよう、話術で誘導する必要があるのだよ。すなわち、現在、富野監督が残した発言と呼ばれるものは、インタビューした記者によって、ある程度、誘導されたものだと言えるのでございやす。どういうこと？記事を読んだ方は、富野監督のインタビューだというので、すべて、ご自身の言葉だという思い込みや先入観から、第三者によってバイアスがかかっていることがわからない。当時のガノタは、発言と問題のシーンとを照らし合わせて、富野監督が言わんとしたかったことを推察し、仲間同士でそれが正しいのか議論していたそうなのよ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。俺も再放送であのシーンを見て、弟と一緒に。なんだこれ。などと、カルチャーショックを受けたものよのう。その刹那。け。変な漫画見るな。なんつって、親父にテレビを消されちまったものなんだい。そうかそうか、よかったね。キットの値段は400円。2001年に発売されたキットだよ。G ジェネシリーズでは後期のキットにあたり、SD とはいえ、モビルアーマーが新規造形の金型で発売されるようになったのは、当時としては、快挙というべき事態だったのですよ、皆の衆。エルメスのガンプラといえばだね。かつて発売された550分の1スケールキットは、当初、エルメスの容器で発売されたものの、ファッションブランドのエルメスが、日本国内においてもおもちゃの商標登録をしていたため、商標権の侵害となることを避けるべく、ララースン専用モビルアーマーというキット名に変更されたというくだりは、モデラーならば当然知ってるはずだよね。いろいろと、エルメス容器で発売されている商品もあるには違いないけども、今回、G ジェネシリーズでエルメスがキット化されるにあたり、ララースン専用モビルアーマーではなく、ニュータイプ専用モビルアーマーという商品名になったのは、小説版機動戦士ガンダムで、エルメスに乗ったニュータイプ、クスコアルが、ゲームに登場するようになったことが要因とされているのでございます。そうだ、その通り。プロポーション的には、どっからどう見てもエルメスなのだよ、こんちくしょう。SD なので、丸くて可愛いのもポイント。ゲーム中のエルメスの再現としては優秀と見るべきなのだけど、見る角度によっては、すんげえかっこよく見えるのが不思議だったりした問題。そうだそうだ、そうかもしんない。もともと、可動部分が少ない機体のため、稼働するのはメガ粒子砲だけで、当時としては、ボディパーツを使用しない珍しいキットなんどすえ。付属品は、かつてのキットのものよりも、大きなビットが1個だけ付属。単純な構造なので、おゆまるくんでもコピーは簡単なのだよ、おっかさん。特筆すべきは、機体後部の突起部分に、ピンが設置してありまして。このピンに、シャア専用モビルスーツコレクションのゲルググを固定することで、劇中のシーンを再現できたのですよ。だけどもね、とにもかくにも、これじゃない感が半端ないパティーン。ですよねー。前から見たらブサイクな点は、どうにもこうにも仕方がないね。筋彫りがぶっとく。メガ粒子砲の肉抜き穴が目立つ点も欠点だよね、そうだよね。でもね、まあ、なんだ、ボディの筋彫りは、パテや瞬着で埋めれば印象が変わりますし、斜め前から見た姿はかっこよいので、ディスプレイに凝るのも一向なのかと思いやす。そうだそうだ、クリームそうだ。最新オービンよご賞覧あれ、ゲームのユニットとしては、設計によって、様々なサイコミュ系ユニットが作れるのが売りで、各聖地によって射程が伸びたり、防御アビリティを無効化したりするサイコミュ兵器の特性は、自分の強化にすんげえ役立つ要素だもんで、当初から、ザクやタコザクさんたちなど、弱っちいユニットを苦労して育てるのが鉄則だったもんちっち。何それキモい。そんなあなたにご朗報。このキットの解説書に記載された黒歴史コードを用いれば、いとも簡単にエルメスをゲットすることができたのですよ。バナイメイ。当然ながら、
テクニカルレベルを上げ、資金も貯めとかなければいけないけども、弱っちいユニットを開発しながら入手するよりは、魅力的だったのは間違いねえ。この黒歴史コードを知るためにキットを買うお子様、精神がお子様なおっさんが続出。中には、解説書のコードを、店で暗記する強者もいたことから、キットの四隅に付与して、中を見れなくした店も多かったものでござんすよ。はい。そんなん、嘘っぱちだー。